こんにちは、夫婦カウンセラーの日向洋一です。私はこの聖書をベースにして、離婚の危機にあるご夫婦が夫婦関係を回復できるようカウンセリングでお手伝いをさせていただいています。はい、それでは、聖書に学ぶ結婚への備え、今回は2回目になりますけれど、純潔、祝福の注がれる道というタイトルでお話をさせていただきたいと思います。まずは、ローマ人への手紙、12章2節を、前回も読みましたけれど、今回も読みたいと思います。ローマ人への手紙12章2節。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。これは使徒パウロがローマの教会に書き送った手紙ですが、私たち現代を生きるクリスチャンにとってもとても大切な御言葉だと思います。私たちはこの世と調子を合わせてはいけないというふうに、命じられているわけです。私たちの周りにはメディア、また私の周りに生きているクリスチャンではない人々、彼らが私たちに常に影響を与えているわけですね。で、それはこの世の調子なわけです。そして私たちクリスチャンは神様によって選ばれて救いをいただいたものとして、その調子に従ってはいけない、その調子に合わせてはいけないというふうに命じられているわけです。そして、むしろ、いや、むしろと書かれています。そうではなくて、それよりもこれを求めなさい。それは何かというと、神の御心は何なのか、神様が私たちに願っておられることは何なのか、そしてすなわち何が良いことなのか、神に受け入れられることなのか、そして完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいというふうに命じられているわけです。私たちの心は新しく生まれてもなお新しくされていく、神様によって今まで知らなかったことを新たに学んでいく、そのように命じられているわけです。私たちは今日この2回目の学びを通して、純潔ということについて特に考えていきたいと思います。なぜならそれは神様の祝福が注がれる、私たち神様を信じる者に注がれる道だからです。この世の中の調子というのはどういう調子かというと、まあ、未婚の男女に対して好きだという気持ちがあれば結婚していなくても肉体関係を持っても構わない、むしろそれはいいことだというふうにこの世の中は私たちに教えているわけです。それがこの世の調子です。未婚の女性向けの雑誌アンアンはセックスで綺麗になるという特集を組んで売り上げを伸ばしているそうです。そしてある調査によると60% の大学生が自分は性行為の経験があるというふうに、アンケートに答えています。小学生向けの性教育の資料にはマスターベーションを自然なこととして、進めている、またポルノを見ることも認めている、そのような文献もあります。それがこの世の調子です。しかし私たちはこの神様の言葉である聖書から何が神様に喜ばれることなのか、何が良いことで神に受け入れられまた完全であるのかを共に見ていきたいと思います。第2サムエルの13章から、まずは一つの悪い例ですね。これはとても悲しい話ですが、それを見ていきたいと思います。これは
アムノンという、男性と、そしてタマルという女性の話です。アムノンとタマル、これはダビデの、子供の話ですが、アムノン、アムノンとタマル、それでは読んでいきます。その後のことである。ダビデの子アブシャロムにタマルという名の美しい妹がいたが、ダビデの子アムノンは彼女を恋していた。アムノンは妹タマルのために苦しんで患うようになった。というのは彼女が処女であって、アムノンには彼女に何かをするということはとてもできないと思われたからである。と、この話が始まっていきます。ダビデの子アブシャロムにタマルという名の美しい妹がいた。これは、アブシャロムの妹がタマル、そしてダビデの子アムノンは彼女を恋していた。これ異母兄弟ということですね。アムノンは妹タマルのためにと2節にありますけど、異母兄弟でアムノンはタマルに恋していた、彼女を恋していたというふうに書かれています。そしてアムノンは彼女を好きだという思いで苦しんで患うようになったというふうに書かれています。そしてその理由として、というのは彼女が処女であって、アムノンには彼女に何かするということはとてもできないと思われたからであるというふうに書かれています。つまり好きだという思いがあって、そしてタマルの純潔、処女であったというふうに書かれていますので、その純潔を汚すということはできないというふうに、アムノンは考えたわけですね。ですから最初はアムノンはタマルに対して純粋な気持ち、純潔を守る気持ちを持っていたということができると思います。しかし、次の3節を読んでいきますと、アムノンにはダビデの兄弟シムアの子でヨナダブという名の友人がいた。ここにアムノンの友人が出てきます。そして続きを読みます。ヨナダブは非常に悪賢い男であった。この悪賢いヨナダブという友人がアムノンにこの入れ知恵をするわけです。これは今回は時間の関係で、全てを読むことはできないんですが、一言で言うと、アムノンに仮病を使ってタマルを自分の寝室に招き入れて、そして彼女と寝てしまいなさいというふうに言うわけです。実際に起こったことを10節から見ていきたいと思います。アムノンはタマルに言った。食事を寝室に持ってきておくれ。私はお前の手からそれを食べたい。タマルは自分が作った甘いパンを兄のアムノンの寝室に持って行った。彼女が食べさせようとして彼に近づくと、彼は彼女を捕まえて行った。妹よ、さあ、私と寝ておくれ。アムノンはタマルを自分の寝室で誘惑するわけです。それに対してタマルはこう言いました。12節。彼女は言った。いけません、兄上。乱暴してはいけません。イスラエルではこんなことはしません。こんな愚かなことをしないでください。私はこのそしりをどこに持っていきましょう。あなたもイスラエルで愚か者のようになるのです。今王に話してください。きっと王が私をあなたに会わせてください。誘惑するアムノンにタマルは拒絶の言葉をかけます。いけません、乱暴してはいけません、それはしてはいけないことなんだというふうにタマルは言ったわけです。イスラエルではこんなことはしません。神様を信じている、神様に選ばれた民イスラエルはこんなことはしないんだ、こんな愚かなことをしないでください。聖書がはっきり言っているのは、
結婚しない男女の性行為というのはいけないことだということです。そして聖書がいけないことだと言っているその一番の理由は、それを行う人間が不幸になるということです。ですからタマルは必死で抵抗して、そして正しいプロセスを踏んでくれるようにアムノンに頼みました。彼女はこう言います。今王に話してください、きっと王が私をあなたに会わせてください。彼女は何とかして神様の前で恥ずかしくない正しい方法でアムノンと結ばれることを願ったわけです。14節、しかしアムノンは彼女の言うことを聞こうとはせず、力ずくで彼女を恥ずかしめてこれと寝た。2節では、アムノンは彼女をどうすることもできなかった、なぜなら彼女が処女であったからというふうに書かれていました。しかしこの時もうアムノンの心は自分の欲望でいっぱいで、タマルの心からの願いを聞くことができなくなっていた。罪と欲望に支配されて彼女を力ずくで恥ずかしめてこれと寝たということが行われました。これは聖書の中で最も悲しい出来事の一つではないかと私は思います。しかしさらにひどいことがこの後起こってきます。15節、ところがアムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかった。アムノンは彼女に言った、さあ出て行け。タマルと肉体関係を持った後、アムノンはタマルに対してひどい憎しみに駆られた、そして彼女を嫌ったというふうに書かれています。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかった。彼が抱いた恋はどういう恋だったかというと、苦しんで煩うほどの恋でした。しかしそれよりも激しい憎しみをアムノンはタマルに対して抱くようになったんです。なぜならそれは罪であったから。なぜならそれは自分自身の欲望、それをタマルを見るたび彼を思い出したわけですね。自分は彼女を恥ずかしめた、イスラエルではやってはいけないことをしてしまった、だからタマルに目の前からいなくなってほしかった。これが結婚の外の肉体関係によって起こされることの典型的な例なわけです。男性は結婚の外で自分に体を許す女性を心の底から蔑み憎むようになるということがここからわかるわけです。しかしタマルはそのアムノンに対して必死に抵抗しようとします。それは一度肉体関係を結んだのであるから結婚しなければいけない、そのように彼女は考えたわけですね。自分の処女、ずっと守ってきた純潔を、それをあなたに捧げたんだから、あなたは夫として私をめとる責任があるということを彼女は訴えるわけですね。16節、彼女は言った、それはなりません、私を追い出すなど、あなたが私にしたあのことよりなお一層悪いことです。しかしアムノンはこのように反応しました。16節の後半から、しかし彼は彼女の言うことを聞こうともせず、召使いの若い者を呼んでいった、この女をここから外に追い出して戸を閉めてくれ。これがアムノンとタマルの関係の終わりです。自分の欲望、この世の流れに従って、この悪賢い者の声を聞いて、この世の調子に合わせて自分の欲望に走った者の姿です。18節、彼女は袖付きの長服を着ていた。昔処女である王女たちはそのような着物を着ていたからである。王様の娘たちは、そして処女である娘たちはその印として袖付きの長服を着ていました。
しかし彼女はもうそれが汚されてしまったので、それを着ることはできなかった。召使いは彼女を外に追い出して戸を閉めてしまった。タマルは頭に灰をかぶり、着ていた袖付きの長服を裂き、手を頭に置いて歩きながら声を上げて泣いていた。このあとアムノンはこの罪のために命を落とすことになります。タマルの兄であったアブシャルムがこのことを恨みに思ってアムノンを殺害します。聖書には罪の支払う報酬は死ですと書かれています。その通りのことがアムノンに起こったわけです。これは私たちにとっては非常に大きな警告の言葉だと受け取る必要があると思います。それではこの不貧困を避けてどのような関係を築いていくべきなのか、どのようにして結婚に導かれるのかということを別の2人から学んでいきたいと思います。次の2人はイサクとリベカです。約束の子イサクとリベカの結婚の記事が創世記の24章に書かれています。そこを見ていきたいと思います。24章の1節から読んでいきます。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。その頃アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私のももの下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。アブラハムは自分の息子イサクのお嫁さんを探すためにこのしもべを生まれ故郷に使わす、そのようなことが行われています。アブラハムは自分の息子イサクにこの異郷の地であるカナンの娘、カナン人の娘を結婚させることを拒みました。そして自分の生まれ故郷に行って彼の奥さんを、妻を迎えることを願ったわけです。同じ信仰の土台に立っているもの、同じ価値観を持っているものを連れてくるようにとアブラハムはしもべに命じました。そしてイサクもリベカも預かり知らないところで霊的な指導者アブラハムとその経験を重ねたしもべによって彼らの祝福のための準備がなされていくわけです。そしてそのしもべは使わされてアブラハムの故郷へ行きます。そしてしもべは出かけていくんですね。10節から見ていきましょう。しもべは主人のラクダの中から10頭のラクダを取り、そして出かけた。また主人のあらゆる貴重な品々を持っていった。彼は立ってアラム・ナハライムのナホルの町へ行った。そしてこの後に彼は祈りを捧げるんですね。それはどんな祈りだったか、11節から。彼は夕暮れ時、女たちが水を汲みに出てくる頃、町の外の井戸のところにラクダを伏させた。そうして言った。私の主人アブラハムの神、主よ、今日私のためにどうか取り計らってください。私の主人アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください。私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てまいりましょう。私が娘にどうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられた。
このことで私はあなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますように。神様にしもべは祈りを捧げました。そしてラクダに水を飲ませてくださいってその女性に言ったら、その女性があなただけじゃなくて、で10頭のラクダをこのしもべは連れていますので、10頭のラクダ、そんなにたくさんのラクダにも水を飲ませてあげましょうと言った女性が、あなたがイサクのために準備している女性ですっていうふうに祈ったんですね。このしもべは神様の計画に信頼をしていました。神様がイサクのために選んでいる人がいる、そしてその人を神様が私に導いてくださるということを彼は信じていたわけです。そして15節から何が起こったかを見ていきます。こうして彼がまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水瓶を肩に乗せて出てきた。リベカはアブラハムの兄弟、ナホルの妻、ミルカの子、ベトエルの娘であった。この娘は非常に美しく、処女で男が触れたことがなかった。彼女は泉に降りていき、水がめに水を満たし、そして上がってきた。聖書はこの娘リベカのことを、非常に美しく処女で男が触れたことがなかったというふうに表現しています。リベカは自分自身の体を清く保つこと、純潔を守ることを大切にしている女性でした。美しい女性でしたので、多くの誘惑があっただろうということが想像されます。しかし彼女自身は神様の前に自分自身を清く保つこと、いつか自分に与えられる夫のために自分自身を清く保つことを大切にする女性でした。17節、しもべは彼女に会いに走っていき、そして言った。どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてください。すると彼女は、どうぞお飲みください、旦那様。と言って、素早くその手に水がめを取り下ろし、彼に飲ませた。彼に水を飲ませ終わると、彼女はあなたのラクダのためにも、それが飲み終わるまで、水を汲んで差し上げましょうと言った。彼女は急いで水がめの水を水舟に開け、水を汲むためにまた井戸のところまで走っていき、その全部のラクダのために水を汲んだ。旅の見ず知らずの人の願い、それに対して彼女は非常に礼儀正しい態度で、18節、どうぞお飲みください旦那様と言いました。思いやりのある礼儀を重んじる姿があります。そして素早くその手に水がめを取り下ろし、彼に飲ませた。この素早さ、これは喜んで使える心を表しています。彼女は思いやりと使える心に満ちた人でした。そして彼女は頼まれたこと以上にやってあげたい思いのある人でした。彼に、19節、彼に水を飲ませ終わると、彼女はあなたのラクダのためにも、それが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょうと言いました。そして彼女は急いで水がめの水を水舟に開け、水を汲むためにまた井戸のところまで走っていき、その全部のラクダのために水を汲んだ。このしもべはどんな思いでこのリベカを見つめていたんでしょうか。21節ね、この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていたとあります。リベカが何回も何回も水がめを持って井戸のところに行って水舟に開けてラクダ10頭分の水を汲んでくる、その姿をしもべは見ていたわけです。リベカは
言ったことを行う人でした。彼女の言行、誠実さはここに、言行一致、そして彼女の誠実さはここに現れています。そしてこの後しもべはリベカに自分の旅の目的を話し、そしてリベカの、兄であるラバンですねに、自分の目的を話すわけですね。そして神様に祈っていたらこういうことになりましたということを話すわけです。そして、続けて読みますけど、24章の54節から読みます。それからこのしもべとその従者たちとは飲み食いしてそこに泊まった。朝になって彼らが起きると、そのしもべは、私の主人のところへ返してくださいと言った。すると彼女の兄と母は、娘をしばらく10日間ほど私たちと一緒に留めておき、それからのち行かせたいのですがと言った。しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください、主が私の旅を成功させてくださったのですから、私が主人のところへ行けるように私を帰らせてくださいと言った。彼らは答えた。娘を呼び寄せて娘の言うことを聞いてみましょう。それで彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい、参りますと答えた。兄のラバンと母は10日間ほど留めて、いろいろと準備をしたかったでしょう。嫁入り準備ですね。しかし、しもべは、神様がこの旅を成功させてくださったんだから、すぐに帰りたい。神様の計画に従って、すぐに行動を起こしたいと言いました。その時にリベカが呼ばれて、リベカは、はい、参ります。と答えました。ここにリベカの神様に委ねる信仰、神様がその計画を成してくださったのなら、私はそこに歩んでいきます、その信仰を見ることができます。知っている人が一人もいない地、しかし神様が私を使わせてくださる、使わせてくださる、そのように彼女は確信していたことでしょう。そしてこの24章の最後の部分では、イサクとリベカが出会うシーンが非常に感動的に書かれています。63節から。イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼がふと目を上げ見るとラクダが近づいてきた。リベカも目を上げイサクを見るとラクダから降り、そしてしもべに尋ねた。野を歩いてこちらの方に、私たちを迎えに来るあの人は誰ですか。しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを取って身を覆った。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに告げた。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後、慰めを得た。しもべはこの旅を神様が成功させてくださったこと、そしてしもべがリベカはどのような人か、イサクに告げたことでしょう。彼女が処女であり、男が触れたことがなかったこと、そして彼女が喜んで仕える心を持っていた、そして言った言葉を守る人であること、神様に信頼する人であること、それらをイサクに告げたことでしょう。なぜなら自分がしてきたことを残らずイサクに告げたというふうに書かれているからです。そしてイサクはリベカを、初めて会ったリベカを愛したというふうに書かれています。なぜならそれは前回お話した通り、神の目的に生きるために助け合うことができる、そのことをイサクが確信したからに違いないと思います。
彼女は彼の妻となった。イサクと結婚したとき、リベカは処女でした。彼女は純潔を守り、神様の前にまっすぐに歩みました。そのリベカを、そしてそのリベカを愛して妻としてめとったイサクを神様は豊かに祝福し、アブラハムに与えられた祝福の約束、それを受け継ぐ者としてイサクとリベカを祝福してくださったわけです。私たちクリスチャンも神様の約束を受け継ぐ者として神様から召されています。それはちょうどイサクとリベカのようかもしれません。永遠の命、この世界の救いの希望、それは私たちにかかっているわけです。その私たちがどのように歩むかは、私たちだけではなく私たちの後に続く人たちにとってとても大切なことなわけです。ちょうどイサクとリベカの歩みがそれ以降のイスラエルのための祝福となったように、私たちがどのように歩むかは私たちに続く人たちの祝福、そしてこの日本の祝福にもつながっていくわけです。第一テモテの4章12節を最後に読んで終わりにしたいと思います。これはおそらく独身であったであろう伝道者テモテにパウロから与えられた勧めです。第一テモテ4章12節。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。独身のクリスチャンたちができる最高の結婚への備えは、このパウロがテモテに与えたこの勧めに従うことです。言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になること。誰もがあの兄弟を見なさい、あの姉妹を見なさい、彼らのようになりなさいと言われるような信者になること、信仰者になることが一番の結婚への備えになるわけです。ですから私が独身のクリスチャンの皆さんにお勧めできることは、神様を愛してそして隣人を愛する人になってください。そして神様を愛して教会を愛する人になってください。魂を愛してキリストの愛を伝える人になってください。それが結婚への備えとして一番素晴らしい備えになります。その中で共に使命に生きられる男性女性が神様から与えられることでしょう。アムノンは自分の力でそれを手に入れようとしましたが、それは神様の祝福を得ることはできませんでした。彼は罪の身として滅びを刈り取りました。しかしイサクとリベカは神様に従う歩みをしていたので、神様が彼らのために祝福を与えてくださったわけです。ですから、ぜひ神様の愛に応えて、神様を愛して歩んでいただきたいと思います。もしそれが今日の講義を聞いてそのように思われたなら、私の講義は本当に意味があったということが、それでは今回の結婚への備え、聖書に学ぶ結婚への備え、この学びをこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。